しょ。あ、で今年はさ、はい、どこで優勝する？お、何を言ってんすか。予想予想。セリーグ？パリーグ？パリーグ。パリーグ？パリーグはもうね、ホークスですよ。うん。そう思うやろ？俺もそう思う。何食べた？いや、ただですね、あの毎年裏切られたのは裏切られてたのがオリックスだったんですよ。オリックス、うん、でオリックス僕ねちょっとオリックスが強くなるんじゃないかなと思うんです。なぜ？宮田が行くんです。あ、嘘。はい、もう発表しましたけど宮田っていう、うん、もう僕らも知ってるじゃないですか、うん、彼の頭脳が、オリックスに入って、オリックスってピッチャーいいじゃないですか。いいですね。点が取れない。そうですね。で、まあ、AJ がやっぱりその日本を舐めたとは言いませんけど、彼のピークからしたらちょっとこう下がってる状況で、うん、体重を減らして今度はやっていかないと多分7億くらいかかってる選手なんで、うん、そこでなんか見せないと。彼も2000本近く打ってる選手ですから、うん、やっぱりプライドもあるでしょう。でそこに誰を入れるか誰を取るかによって変わると思うんですけど、バッターを強化したらオリックスは怖いから。いや、いい選手たくさんいるな。そうですね。宮田が何をする。オリックスのコーチだった。やってましたよね。言っていいか。散々だろ、ふざけんなよお前俺じゃない俺からね、本当に自分の人生であれお手やから本当に流してるよ。お手のことないけどせっかくいい選手がいるけどやっぱどう使い方だよな、ね、あの時ほら吉田正尚も入ってる、うん、ちょうど俺見に行った時にサブグラウンドでフリーバッティングやってて、うん、すごかった。で、ね、吉田さんがいてパッて見たらこっちがこれ見るこれはいいぞっつって、うん、もう出来上がっとるわっつって、うん、まあ、それで腰にその後痛めたのかな、ぶつけてね、うん、でそれでちょっと遅れたりしたけど、うん、まあいい打球打ってた、ね、あの子はディゲガット子、うん、すごい。でも俺その前に瀬田山さんがいたんや、うん、を全面的に瀬田山さんに全部任せてよかったんやな、うん、オリックスが。ああ、その構成するのをね。そうチーム作りですね。あの人ってやっぱこチーム作りすごい上手、うん、いやいや、そう思いますね、うん、優勝受け負いにですよね。だから宮田もそのブレンディ一つだったけど、うん、まあいろんなことあるかもしれないけど宮田っていうやつはやっぱそういう面ではチーム編成っていうのはうまくできる。まあだからあの西武のニール、うん、ああいうの取ってきたのがつながりがあるからな、宮田ですよ、うん、だから宮田君がですねオリックスに行ってやっぱ、まあ、外から西武から見せた編成の人ですから入ったことによって何かガラッと変わってバッターが点を取ればオリックスってやっぱり、ね、いやいや強いチームだもんと思って。いやまあでもほらどう見たってこのところずっとひどいじゃないですか。それを誰かが誰かが高橋由伸が抜けたからひどくなってるじゃないですか。もうそんなの褒めないで違う違う、あのさ面白いんでいい監督いいコーチ、まあその前にいい会社があってあるやんか野球って、まあ、まあ一番がソフトバンクがもう最たるもんだけど、その時にやっぱ力持ちって編成がいて、はい、どうやってそこにはめ込んで、うん、なぜここが点取れない、なぜこれが悪いっていうのはやっぱ編成とかそういう側の人間がうまく噛み合わせたら全く変わるもんね、世界で。いや変わります変わります。だから本当に中に入っている人が一人変わるだけでも二人変わるだけでも変わるな、ね、その人によって考え方が変わったりするだけでも、うん、なんで僕はちょっと期待してパリーグはまあコンパとは言いませんけど様相がこうガラッと変わってきて、で、まあ、その楽天の方も GM が監督になったわけじゃないですか、うん、でこれだってやっぱりすごく大きな決断だからどうなるかなっていうのもあるし、うん、やっぱりちょっと期待したものが違って結局平石がサインして変わってで三木がなって、まあ、最初良かったけどダメ で最終的にはまあどんなオファーがあってどうしたか分かんないですけど石井が監督とところに降りてきたというかそこに行くわけですから、これでまた一つチーム変わるじゃないですか。でロッテの方もやっぱ今度鳥越とかがファームの監督になり中に二軍監督がヘッドで入ったりとかこう変わるんですよ中がね。だからやっぱ見つける選手見ていく選手も変わるからパ・リーグちょっと面白いかもまたさらによく見てるね。は僕ですか。それがお仕事ですから。いや僕はもう吉彦を見てるのは仕事です。俺ほら野球興味ないから興味ないって言うな。興味ないって言うな。興味あるって言って興味あるけど、
見るのが心配で。見ましょう。いや今年じゃあ今年もっと真剣に見ましょう。今年真剣に見て1週間見た3日見て3年生見てみて喋りましょうか。行こうか。どうも。チカチャンネルで。言っていいか。チカチャンネルで。オッケー。俺そういう面だから見る目はあるからね。ありますあります。見たりしたら。うん、いやだからそのね一級船舶取ったりとかプラモデル作ってる場合じゃないっちゅうの。これも一つのほら、まあ、息抜きやから息抜きやけど、もう息抜かんでいいからもう吸いっぱなしでいいから死ぬし大丈夫だよ、死なない、吉井君は死なない。でも本当に、俺思うけど野球って見方もあるけど、本当にそういうとこじーっと見れる人間が見たら分かるよね。だからですね、まあ今回2年連続セ・リーグがパ・リーグに日本シリーズで4連覇巨人の、うん、巨人やろ。まあ、うん、セ・リーグの代表って言うな。巨人だけカープ色出してきた。なんだよ。トレード決まっとったやろ。出られとったよ。俺と一緒や。そう、もう捨てられとうと。そこに残すな気持ちを。もう博多におるんやったらもうパ・リーグだ。もうしゃあないってからな。そうそれはもう何やとももうだけどその差がやっぱり、うん、屈辱ですよ。日本シリーズ4連敗2年でもう正直言ってさがっくりきた、ね、もう罰ゲーム2回食らったから。そうですね、本当にしょうがないっすよね。俺4勝2敗いったよ、うん、ソフトバンクお前4勝0敗いったよ、うん、でお前この汚いのがさ、力さ自分が放送する日が4連戦目だったっけ、はい、だけどそれを合わせて4勝0敗って言ってるわけさ、何も根拠がないわけさ、これ、はいはい、根拠じゃないですか。根拠、自分がその放送する日が優勝するって、ね、大間違いしてるんですよ。それはね、そこが4勝0敗で終わるっていうことはそこまでもう3連勝してるっていう前提があるんです。わかります？ちょっと待って、わからん。いや、だからそこに来るってことは、あ、言ってる、わかるわかる。そうだな。3連勝してるから4連勝があるんで、そうだな。ここで負けてたらもうなくなってるんです、僕の話は。わかるわかる。だから、ここに来てるのを、ここで証明するために、その上に自分の仕事があるからというのを重ねてるだけなんで、なるほど。それだけの差がありますよって前もって言ってるんですよ、僕は。いや、言ったけど、でも、最終的に決めてはお前第4戦これはセリーグファンの方もいらっしゃるから少しでもオブラート積もうとやっぱり力の差があるの分かってる。積んでないよ、積んでないよ。僕の仕事があるからっつってんじゃないですか。巨人を一生懸命応援されてる、セリーグを一生懸命応援されてるファンの方もたくさんいらっしゃる中で、その中で言うでも終わってしまうと力の差があったんだけど、事前に予想するときは少しでもオブラート積むでしょうが、そこが人間の成長。それだけ積んでね、4勝2敗を取ってしまったんです、ね、しまったって言われてる。いや、2敗をね。でも俺2敗は強くて、ね、セントラルがやっぱ長かったから、カーブが、うん、で、それは柱やから、もういいじゃないの、柱やから、まあ、一応でも4勝、いや、そうですよ。それは ね、2勝でも3勝でもしてもらって、本当は4勝3敗、7戦まで行ってほしいんですよ。だけど、2年連続、4連勝、4連勝で、4連敗、4連敗って、これはやっぱり考えなきゃいけないし、何かやっぱ天気に来てますよな。うん、来てます。でも俺、本当思うけど、前から言ったけど、セットパートのピッチャーの違いが違いすぎ。うん、やっぱ、何キロぐらい違う？ 3、4キロは絶対、4、5キロ違うだろう。ああ、それと、まあ本当に平均するとそのぐらい違うでしょうね。だから本当、なんでこんな違ったんだろう？変わったんだろう？やっぱり、DH っていうのはいろいろ言われるじゃないですか、うんうん、DH って言われるのとやっぱりですね、ピッチャーが打席に立たないっていうとやっぱりバッターに攻めやすくはなりますよ。なるほど、うん、そういうことか、はい、それとやっぱりそれを抜けたとしてもパ・リーグのピッチャーはインコースすごい攻めますね。あ、はい、インコース攻めてアウトコースもしっかり攻めていく、うん、まあ、どちらかというとセ・リーグのピッチャーバッテリーっていうのはアウトコースを中心にして。そうなんですか、さん、はい、竹内さん。ですからですね、やめなさいって、野球やってください。なんすか、そう。そこで突っ込むか。急に出ましたね、吉井君。吉井君、ダメだろ。でも本当に DH が攻めるかな、やっぱ、パ・リーグ。いや、攻めますね、パ・リーグの方が攻めるのは間違いない。でも最近見せてさ、みんなプロダクターするやんか。レガース、うんうん、肘、手首、うん、で、本当思うけどピッチャーの練習ってかわいそうと思うわけよ。もうインサイド投げても意味がないような感じがするから、でも
要はソフトバンクのピッチャーと思うけど、うん、インサイド投げてデッドボールかわさないやんか。でもインサイド投げて、でもある面ではアウトコースのコントロールがあるってことやんか。まあ、だからインコースを投げることでアウトコースのコントロールを作ってるんですよ。なるほど、なるほど。だからアウトコースを投げてしっかり投げることによってインコースを投げるとすると、失敗した時は打たれるんですけど、うん、インコースにストライクもボールも投げていくことによって、うん、アウトコースが多少甘くても踏み込みづらくなると思う。野球だからね、はい、そこは作ってるのは確かなんで、僕パリーグ行った時にキャンプで投げる時はバッターのインコースの上から下から真ん中から下、この頭はどう、ここを全部、はい、そこのストライクゾーンのデレボールをプラス、はい、違いますそ, そこはそこが投げればぶつけやすくなる。抑えしたから僕はそんなこと言うの余裕ないですよ。ノーアウト満塁、秋山清原デストラーで投げてみろ。だってあの子育成だろ、エースの子。千賀？千賀。キャッチャーもそうですよ。カイ。カイもシュートもそうですよ。ドラフトの難しさがあるのは、うん、本編のドラフトの選手が出なかったら、これは成功かっていうのもあるじゃないですか。ご視聴ありがとうございました。いいねもたくさん押してください。その前に登録をよろしくお願いいたします。